上信電鉄株式会社は、群馬県に路線を有する鉄道会社である。本社所在地は、群馬県高崎市。鉄道事業のほか、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、広告宣伝業、不動産業も行う。1895年に、上野鉄道として設立され、1897年に開業し、同年中に、高崎下仁田間が全通した。 現存する日本の私鉄路線の中では、南海電気鉄道、伊予鉄道に次いで3番目に早く開業しており、関東は愚か東日本最古の私鉄でもある。古くは高崎の地元資本に加え、三井財閥の資本も設立に関わった。さらに下仁田から四地峠を越えて、佐久鉄道の羽黒下駅まで延伸する計画を立て、社名を上新電気鉄道に改称した。 当該区間の工事と路線営業のための免許を取得したが、世界恐慌により頓挫。中込方面へのバス路線を開設しただけで、鉄道の延伸は実現しなかった。昭和30年代初めには、元首相、中曽根康弘の実父である、中曽根松五郎が社長を務めた。設置駅一覧等については、以下の項目を参照のこと。路線図大人普通旅客運賃。 2019年10月1日改定。高崎下仁田間の全線の運賃は1130円である。全線乗り放題のフリー切符は1日全線フリー乗車券が高崎、吉井、上州福島、上州富岡、下仁田の各駅と本社鉄道部で発売されている。また、10月の鉄道の日、群馬県民の日の前後の期間、及び 年末年始には通常より安価なフリーキップが発売される。スイカ、パスモなどの IC カードは一切使用できない。1924年の電化当初は、その工事に使用した電気部品の多くをドイツのシーメンス社から輸入したことから、当時日本国内ではあまり他に例がないドイツ製の電気機関車、また電装品にドイツ製の部品を多用した電車が在籍した。 戦後しばらくは前述の電化時に導入した木造車や東武鉄道、日本国有鉄道から譲り受けした中古の木造車の高代化でここをしのいだが、1964年には東洋電気製造の伝送品を使用した新造のカルダン駆動車である200型を導入した。以降に導入した新造車にはいずれも東洋電気製造製の伝送品が一貫して用いられている。 1980年以降は、モータリゼーションの進行による収益悪化の影響もあり、再び中古車を導入する機会が増えた。この時期導入した100型から、1990年代導入の150系、2005年導入の500型までは一貫して、西武鉄道からの購入に限られていたが、2017年に東日本旅客鉄道から107系を購入し、 各種改造を行った上で2019年から700型として運用を開始した。車両の携帯面では6 0 0 0系以前の自社発注車はかつてタブレット交換を行っていた名残で運転席が進行方向右側にあるのが特徴である。他に特徴的な装備としてワンマン化以前に導入した車両については心臓、中高問わず客室内に 車掌スイッチを設けていたことが挙げられる。また、電動車を表す記号は、単独でも走行が可能な車両の形式を、デハ、走行に必要な機器を2両以上に分散して、搭載するユニットを構成する車両の形式を、モハとして2つを併用する。なお、系列の故障は編成内に2つ以上の形式が、含まれる車両であっても、形を用いる。車体塗装は、 戦後木造車が大半を占めていた頃は茶色の単色塗りであったが、その後1950年代にはマルーンとクリーム色を用いたもの、1960年代後半にはコーラルレッドを基本にしたものへと変化した。さらに1976年に線型が登場すると一転して趣味紙などでストライプ塗装と称されるアイボリーチにラインを用いた斬新なものへと変わっていった。 平成に入ると経営状態の悪化から塗装費用削減を目的として一部の車両は再びコーラルレッドを用いた単位色塗りになり2000年代後半には在籍車両の多くが全面広告でペイントされたカラフルな外観を有した時期もあったがそれらの掲載期限が切れた2016年現在は再び前日のストライプ塗装のものが増えつつある また2008年10月20日から2012年9月9日まで、松本零士原作、銀河鉄道39のキャラクター、メーテル、鉄をあしらった、ラッピング電車、銀河鉄道39号が、運行されていた。電車電気機関車貨車改め機、電化後電車貨車機関 762mm、非電化時代蒸気機関車すべて、タンク機関車であった。 開業時に3両が導入されたことに始まり、最終的には8両が在籍した。貨車、客車いずれも詳細は不明であるが、貨車1両あたりの平均積載量は3.4トン、客車1両あたりの平均座席定員は21.6人であった。改めき、電化直前の1920年には、貨車が100両、客車が24両在籍した。 上新バス中央前橋駅前2007年現在、営業所は高崎一箇所のみで路線数もわずかであるが、かつては前橋、藤岡、万場、富岡、下仁田にも営業所を持ち、神羅郡、田野郡にも路線網を広げていた。1970年3月までは、作詞に中込営業所を設置し、貸切バス事業を行っていた。廃止された路線の中には、 他社に引き継がれて、現在も運行されている路線もある。群馬県共通バスカード、群、ネットに加盟。2022年春に、追加の機能を持つ地域連携 IC カードのノルブを導入し中カードの相互利用が可能となる、予定。車両は一貫して、日の車のみの導入である。また、県内他社と異なり他社からの譲り受け車を導入していない。 1984年までは全車両が非冷房であったが、1985年以降に導入した車両については1986年導入の3台を除いて冷房車での導入となっている。1980年代から1990年代にかけては路線も縮小を行っている時期だったため、新車の導入自体が少なく、導入者も1983年以降は、 マイクロバスのみであったが、2002年には20年ぶりの中型車として、日のレインボー HR ノンステップバスを導入している。現在の図書は1982年のレインボー RJ10 台の導入を機に制定されたものであるが、一部車両を除いて塗り替えまでは行われなかった。高崎アリーナシャトルを除き、元日は運休する。 1980年代以降の廃止路線を記載する。高崎営業所前橋営業所1980年代後半の時点で高崎前橋を結ぶ路線のみの担当であったため、区間運行がなくなったのみである。藤岡営業所、万場営業所、富岡営業所、下仁田営業所業績、不審に悩む上野鉄道は1913年に山田昌吉を関左役に迎えた。 高崎水力電機の取締役でもあった山田は、この事態を打開するため、高崎水力電機と合併することを計画し1921年6月に合併の仮契約を結んだ。ところが、その高崎水力電機は、東京電灯との合併話が進展しており、東京電灯は、経営難の上の鉄道を引き受けることは難色を示していた。そこで、山田が、 事態収集に奔走した結果、合併契約を解消する代償として、高崎水力電機は所有する、室田発電所を九万円で譲渡する、電化補助費として五万円を送ることによりこの問題を解決させた。そして八月二十五日の臨時株主総会において、高崎水力電機との合併仮契約解除が承認されるとともに、電化の計画と期間の拡張が協議され、 資本金を200万に増資社名を上進電気鉄道に解消し、初代社長に山田が選ばれることになった。1923年2月5日に、定信大臣より電気事業の認可を受け、室田発電所は4月1日に引き継がれた。当初富岡に変電所を設置して、室田発電所からの送電により運用しようとしていたが、 一万一の時に不安が残るためその電力を東京電灯に卸売し、必要な電力は東京電灯より購入する方式に変更し、変電所は福島に設けられた。そして1924年10月1日より電気事業を開始した。この新規事業が工場であったことから1929年に北神奈郡月形村、岩戸村、 青草村に配電していた南木電機、1930年には北神田軍、小沢村に配電していた羽沢発電を買収し、北神田軍の伝統事業へ進出した。その時獲得した大仁田、ア沢・片瀬の核水力発電所はいずれも消失力であるため、福島変電所から配電することになり、これらの発電所は間もなく閉鎖された。また、 一般需要分の電力の他に、青草一帯の石灰岩より石灰を生産する白石工業の工場用電力の要求から長野電灯より受電するようになった。やがてこの校長だった電気事業も配電等制令により1942年11月25日、関東配電に統合されることになり重要な財源を失うことになった。 群馬県内の郵便物輸送を1940年から受託している。2013年2月現在でも高崎郵便局から県内各所の主要郵便局を経由して郵便物を輸送しており、本線系統や支線系統がある。埼玉県北部地域の一部でも郵便輸送を行っている。大正昭和初期にかけては輸入の電気機関車が多く見られるが、そのほとんどが アメリカ・イギリス製であり、ドイツやスイスといったその他の工業先進国からの輸入は極少数にとどまった。1973年まで上新線では保安システムにタブレット閉塞式を採用しており、かつ導線における交換可能駅はすべて島式ホームであることから、在来車両はそれらの駅でホームに接する右側に運転席を配置して、 タブレット交換の利便性を図っていた。この特徴はタブレットの廃止以降に製造された自社発注車両にも引き継がれた。他に電動客車に複数の記号を併用する私鉄は長野電鉄や富山地方鉄道、過去に区別していた会社では京福電機鉄道などが存在する。ありがとうございます。